シュトゥットガルト市街にあるクリストフの記念像クリストフはビ、ビュルテンベルク公。ビュルテンベルク公ウルリヒとその日で、バイエルン公アルブレヒと4世の娘であるザビーナの、間の一人息子として生まれた。クリストフが生まれて、半年後の1515 15年11月、母ザビーナは、父の暴力に耐えかねて、実家のミュンヘン宮廷に逃亡し、乳児のクリストフは、 姉アンナと共に、父のもとに残された。シュバーベン同盟が父に対する攻撃を開始すると、父は二人の子供を、ホーエンテュービンゲン場に避難させた。やがて1519年に父は、廃位され、ビュルテンベルク公国は、オーストリアの支配下に置かれた。クリストフは王子にあたる神聖ローマ皇帝、マクシミリアン一世のインスブルック宮廷に保護され、 ハプスブルク家の宮廷で育ち、政治経験を積むことができた。マクシミリアン1世の孫カール5世は、また重帝にあたるクリストフを、ヨーロッパ各地に随行させた。父が1534年に、ビュルテンベルクの支配権をオーストリアから奪い返すと、クリストフは今度は、フランス宮廷に送られ、フランスの対ハプスブルク戦争に参加することになった。 1530年代初頭、クリストフはプロテスタントに改修した。1542年のライヒエンバイアー条約の取り決めにより、クリストフはビュルテンベルク家領の一部であるフランス国境のモンベリアル伯領を統治することになった。1550年に父が死亡して公爵位を継承した後、クリストフは父が シュマルカルデン戦争に参加して新生ローマ皇帝、フェルディナント一世に反抗した代償として、莫大な賠償金を支払うことになった。国内政策においては、両方協会体制を確立し、領内の教育制度の改良に努めた。また、シュトゥットガルトの旧宮殿のルネサンス様式への改築にも着手している。1568年の死後、 唯一生育した息子ルートビヒが後を継いだ。1544年、ブランデンブルクアンスバッハ編脅迫ゲホルクの娘、アンナ・マリアと結婚し、マニ12人の子女を設けた。ありがとうございます。